はい、皆さんこんばんばはピアノのっとこの後ですねセッションが入ってるんでああののちょっとあのほんのちょっとなんですけどあのまあちょっと伝えたいことがいろいろあってですね、えー、手際よく行くとですね今日はまたあのリッツ・カールンの方でですねピアノの先生がどうやったら豊かになるのかまあ私はもうはっきり言ってそこは経営的なことだと思ってるんですけども、まあ、そういった形でねあの全国で今 えー、そういったセミナーをしてます、まあ、セミナーというかグルコンというかですね私が一方的にお伝えするわけではなくて、まあ、どんなことで困ってるんですかということで、まあ、生徒募集で困ってますとか月謝の金額で困ってますとか、まあ、全体的な収入で困ってますとか、まあ、割とちょっと音楽のね、えー、ことと違うご相談を受けてるんですけれども、あのー、ただですねやっぱお話をちゃんと聞いておくと初めに、あのー、こうしたいとかああしたいっていう。 ものと本当は先生そこまずいいじゃないですかっていうやっぱそういうのとこね下がってあのこうしたいっておっしゃるんだけどいやいやいや,あのいやいやいやっていうか、まあ、今の刑事状態どうですかっていっていろいろ経営的な視点でね見させてもらうと先生この,、うん、あのやり方ではやっぱりこうあのよくないじゃないですかっていう結構その辺ははっきり言ってまあまあ意味ちょっといい意味。 いい意味ダメ出しさせていただいてると思うんでただダメ出しさせていただいてるんですけどそうでもないとねあの他にこう行ってもらう機会ないと思うんですよねそれであのまあ、まあ、そのことと関係あまあ一つねそれで、まあ、リッツ・カールトンってすごくこう運気が上がる場所であの行くとですねあの行ってない人のところにもね余波が飛ぶんですよ不思議とあのこう余波がすごいんですよね。 まあ、これ、まあ、ちゃんと潜在意識の話でいくと、まあ、人は意無意識下でつながっているっていうので、こう。同じ波長だったりすると届いちゃったりするんですよ。よく伝染するんですよね。あの、直接来た人も、あの、恩恵を受けるし、今日はですね、全然違う。もう東北の先生とか飛んじゃって、すごいですよね。立つ六本木なのに、東北の先生とかに飛んじゃ、飛んじゃって。 東北の先生から、先生、来たみたいな感じで。あの、まあ、いいんです。もう、誰でもいいんですよ。あの。ピアノ先生にね、いい余波が届けば。いいと思ってですね。ちょっと。<laughs> やっぱ、来たなみたいなね。必ず、なんか、誰かしらんとこ飛ぶというですね。<laughs> まあ、嬉しいことなんですけども。えっと。ただですね。一つ。それと関係なくて、まあ。家にね、帰ったら。母親から。 私ちょっと実家でレッスにしてるもので、まあ、これこれこういう業者から電話があったわよってあの母,よ母親はなんかこう JV っていうかさなんかこうで、ね、協力してなんかイベントし,しましょうみたいなそういう話だと思って、まあ、しっかりこう話聞いて社名聞いてねあの電話番号を聞いてあの電話かけてみたらなんて言ってくれたんだけど <coughs> 調べたら、まあ、そういう業者ってわかるからさそしたらまあ別にその業者の 会社は悪くないんですよ。きちっと真っ当なことしてるんだけど多分私から言うとあこの商品を提案したいんだなとピアノ教室にって思うな内容だったんですよもうそれが一番前面に出てたの、ね、ででそれはピアノ経営から言うとそのそんなシステムいらないっていうシステムが前面にバッてきたんですよ。で結局売り込みの電話をしてるわけじゃん。 そのピアノ教室さんの電話番号載ってるところにで私は経営サイドでそのシステムがその他の例えばお医者さんとか歯医者さんとか整体とかそういうのには必要なんですよこう一過性のね。だけどピアノ教室にはっきり言って必要ないしそれで導入したら経営がうまくいかない。 から使わないでほしいんだけどでもねそんなこと言えないからまあ LINE アットであの一回ちょっと注意喚起の動画を作りましたその会社じゃないですよそういうシステムがい,いろんな会社がそういうシステムを今あるシステムをこう作ってピアノ教師さんに提案してるっぽいんだわ、まあ、ものすごい安くても使わないただでも使わないわけです ただ,ただで提供してくれても使わない方がいい <laughs> そういうものがあるんですよ。であまた来たなと思って、えー、だから何が言いたいかっていうとピアノ教室の先生がピアノの経営のこと分かってればそんなの使わないんですよ。うち経営塾は誰も使わないですそんなのだってマイナスだもんあの <coughs> 余計なシステムだもんそんなことやっちゃったらあの生徒の問い合わせが。 来なくななくるはっっきり言って使わいいい方がいいんでですよでも今まで何年も何年もそういうシステムを使ってきた先生がやっぱりこう身近にいて刑塾に入ったりとか説明会に来たりとかいやそれいらないんだけどなって思うけれどそれはやっっっぱり分分かかててななないいとピアノれればそんなの入れないでもピアノ刑分かってないから便利ですよとかこれあるといいですよっていう文言に乗っかっちゃうんだよね。 すごいショックだったあーこの会社もかこの会社も提案してくるかで私ピアノ教室自分のピアノ教室に電話かかってきたからでそれで何人の先生がそれを使っちゃうかなとで何人の先生は「いやそれはいらないです」って断れるかまあそれはご本人の経営能があるかないかなんですよねいやー余計なシステム便利なんですけど ピアノ教室にはいらないシステムだな、はっきり <coughs> っていう話もそのセミナーとかでします。なのでというわけで明日ですね私ちょっと名古屋に行くんですよある先生の講座を受けに。でよく見たら午後からだったんです。でもしも名古屋でその説明会聞きたい人がいたらセミナーか。 今日中に電話くださいあの教授にダイヤとかメッセンジャーでください <coughs> 午前中あの早めに行きますのであのどっかね、えー、名古屋の素敵なホテルのラウンジとかであのお話しさせてもらうので、まあ、今みたいなことも、あのー、あの話の中では話すと思いますいや知らないっていのは怖いなーって、うん、いらないよあれまあほにいらないですあれは。 でもここで大きくおうあの言ってもなんでいらないかがわからないとただいらないですっていよいよ使えますよとかこれやるとホームページ強くなりますよって言われたらなななんででやっちゃいけないか知知ってないけかてとダメでしょでそれはもう今セミナーでピアノ教室とはどういうものなのか経営的に見てどういうものなのかピアノ教室の先生が自分のピアノ教室っていう経営基盤を経営の種類を 分かってないと、それはもう聞かないわよね。っていう話なんでね。まあ、もしね。あのチャンスがあれば、えー、来てください。で、えー、東京最終日は31日なんですけど、申し訳ないです。象と満席になってしまったので、31日お入りいただけないんですね。それで、えー、夜のですねえー。8時から2日ぐらいですね。zoom でズームっていうのはこうまあ、ライブみたいな。こんなね画面でやるのをちょっと急遽急遽設けました。 もし遠方で、えーまあ、ピアノ系についてねやっぱりちゃんと話し聞きたいっていう人がいればあの <coughs> 申し込んでいただければあのいいです、まあ。そんなところでねあの私は非力なので、まあ、このぐらい口で言うしかないし説明会に来てもらってセミナーに来てもらって話すしかないので <coughs> <coughs> 全国にピアノの先生いっぱいいると思うんだけど。 そのお一人お一人にあの大事なことを本当は伝えたいんだけどまあ無理なんで、まあ、しょうがなたまたまご縁ですようをちらっと見てな何,何やってんの人かなと思って興味持って近寄ってきてくれてライブ見たり YouTube 見たりメルマガが読んでくれたり LINE アット見たりとかまあこれもご縁だと思うので。 あのご縁のある方はぜひ助けたいなと思ってます困らないようにねなのでご縁のある方はあの、えー、なかなか公共の電波で載せてこういうの駄目ですよとはちょっと言うのはどうかなと思ってるのでまオフレコでセミナーオフレコで話せるのでまあいろいろオフレコのことだ,だいぶ言ってますなのでもしもあの聞きたいなと思ったらぜひ来,来てくださればと思います。 はい、えー、そういったことでいいよいよ1月、えー、来週で終わりますねそしたら一応こういった、あのー、まあんですかね、えー、豊かなピアノ教室を作る方法というのは一旦そこでクローズして、えー、私の方はもう通常のね、あのーえー、お話に,にして、えーまああのー、ピアノ軽塾の方のフォローとか、あのー、またちょっとね幅広く今はもともと狭く経営の話をしてますけど。 幅広くねいろいろ気づいたこととか、まあ、本,当は本当はもっとメンタルのこととかね自己肯定感とかメンタルとかそういうのもやりたいお話ししたいし、まあ、話したいこといっぱいあるんで、えー、また通常のねお話に戻したいとは思うんですけど一応ね1月31日まではあのこういった経営の話をね特に、まあ、特集っていうかな形でしていきますのでもしよかったら聞いてください。じゃあね皆さんバイバイ